こんにちは、こんばんは。ゲーム動画に行こうです。スターホースポケットやっていきたいと思います。おっと、そういえば片尾トルコライスですね。放牧中ですが、募集ちょうど賞金やったところで、ちょっと眠たくて記憶覚えてないんですよね。気合十分ですね。はい、こうか。いい感じですね。記憶覚えてないんですが、募集調教して放牧して、その時に寝てしまってっていうわけで、続きをやってます。元気いっぱいです。適正な個体重ですね。今何週だ？3月を3週だ。聞いてくださいよ。レンコン柄ってなんだよ。お守りが、何のお守りだろう。大吉なんだが大吉じゃないんだよな、欲しいのは。そう、これラッキーバヌシ。クエストを達成しました。クエストを達成ですね。こういう風にして順次クエストを進めていきたいと思います。そういえば神話の守り、これオス馬に、産んだ馬をオス馬にしやすくするお守りが。508キロか。508キロだとちょっと重かったから、506とかかな。芝で通常距離どっちがいいんだろうな。なるほど、508じゃ重いんで。いいですね。人参。嬉しそうですね。聞いてくださいよ。まずまずでしょうか。大根ですね。レースの週です。状態はいい。今週はレースがあります。今510キロ。スタートがいいのか、調子回復がいいのか、根性がいいのか。まあスタートですね。期待できそうですね。プラス2キロでいい感じになります。さあ、馬体重は調子も問題ないということで進めていきましょう。ドバイターフです。ドバイターフの方が確かウィニングポストもそうなんだけど、メンバーが軽いっていうのはいますね。 1.6 倍、ダントツの一番人気。いいですね。浅草田園、デビッドジュニア、しかもグリグリですよ。
サクサデーンが3番か。さあスタートです。ドバイターン。片音ロコライス。まあ、カップ戦になると比較的前に行った方がいいですからね。さあスタートは鍵、大外12番。まあ旧大帝のスタートでしょう。からまず見てまいりましょう。どうしても花を切りたい5番セイハリ、やはり行きました。8番ダフィンマン、パーフェクトプロミス。7番後ろからですね、やっぱりね。ペースは早いのか、かけ長です。なかなかいい感じ、いい感じですね。2番マティオブランド、そしてその後ろから4番デビッドジュニア、その外からはバリクシール、ハットトリック、ほとんど馬体が合っています。ハットトリックもいるんか。この辺りちょっと離れているリンガリ、流れるようにレースが進んでおります。残り800でそのタイムが出るかな。内を通りまして5番セイハリ、そしてパーフェクトプロミス。さあどうだ、59秒1ちょっと早いかな。開いてフィールドオブオーバー、そしてもう1頭6番ダイソン、ちょっと離されまして3番、やや早のペースですね。さあ4コーナーを回ります。さあ上がってこれるか、ちょっとエンジンのかかりが遅いように見えるが、僕あんまり伸びてこないですね。ようやく来たが、なんか後ろにこうすらかわされそう。3着か。デビッドジュニアの勝利です。残念。よく頑張りましたね。ちょっと悔しいですね。単勝当たったんですよね。これで放牧ですね。何かご用でしょうか。クエストを達成しました。今4月を2周ですか。春天に行けるかも。結構ちょっと短かったかな。ご存知ですか。エンジンのかかりも遅いですよね。何かご用でしょうか。さあ入球できます。まずまずでしょうか。定番の大根ですね。適正な馬体重ですね。何かご用でしょうか。充実期を迎えているという話です。さあ天皇賞春の時期がやってますね。ゆいちゃんが夜な夜な晩ご飯買い食べに行きますってます。ちょっと週見てみましょう。これ牝馬なんだ。ビクトリアマイル安田記念か。春天行っちゃいましょうと思ったらディープインパクトがいるんかい。例えばこれがビクトリアマイルだったら100枚しか減らないんですけど、元気いっぱいです。そんな強い馬いないですからね。ここは落ち着いて回避して。そういえば
期待できそうですね。さあこれでビクトリアマイルに出しますが、ジョッキーはエビナ。何かご用でしょうか。これは文句なしの馬体重となってます。ん、なんか特別なものでもあるのかな。ないですね。これですね。嬉しそうですね。何かご用でしょうか。さあ勝ちに行きたい。なるべくですね、レース使いに行くことを原則にします。つけとかやりません。お、1.2 倍、ダントツですね。なるべくあのレース見せたいですからね。デアリングハートか、これ結構強い。デアリングハートの単勝買っときましょう。ないとは言えないですからね。ダース・イン・ザ・ムード、アグネス・ラズベリー、ラインクラフト、エア・ミサイアに丸がついております。なかなか強力ですね。さあビクトリアマイル東京競馬場です。これでですね、宝塚出したいですよね。ちょっと距離短いのかもしれない。結構だから距離の適正距離に敏感なゲームですからね、このゲームは。コバヒンバによるマイル戦、サラブレッド名品12頭が、あと大分けするとなんか能力が落ちるとも言われております。スタートなかなかのスタートです。さあ何が行くのか。12番マイネタマンサが先手を取ります。そしてその後ろからラインクラフト、内を通って1番ロフティエイム、そして4番手にダンスインザムード、内を通りましてアグネスラズベリー、それから3番デアリングハート、これが1番人気のパタノタルコライス、6番デアデラノピア、それから11番エアメサイア、ヤマニンガラバスタがそのうちにいます。チアフルスマイル、シンガリからヤマニンシクルであります。前へ行くと瞬発力タイプって落ちるんかな、そのスピードっていうか、あの瞬発力が、差し足がそんなに速くないのに縦長になっているのは前の子の可能性高い。これもなんか伸びが悪いけど、他の馬の伸びが、ラインクラフトは頑張ってますね。ただかわせるんじゃないかな。さあかわしまして先頭に立ちました。しかし瞬発力タイプにしては、なんか伸びが悪いですね。追い込みの方がやっぱりいいのかな。厩舎レベルアップです。ヤリングハートを4着いきましたね。登録しましょう。もっと上を狙っていきましょう。ご存知ですか。ショートケーキを一気に確保しました。メロンが、メロンを使っちゃいましょう。で放牧ですね。残り5周後です。宝塚記念は、料理ですか。それなりにできますよ。それなりにとは、ご存知ですか。ご用でしょうか。いつでも入球できる状態となってますね。
もう一周見ましょう。何かご用でしょうか。さて、ダンスインザダークを育成設定しましょう。メイン株券か。ジャンポケをメイン設定しましょう。はい、というわけで、カタオトルコライス牝馬限定ながら G1 を取ることができました。これで獲得賞金は1000枚突破です。次は宝塚記念に挑戦していきたいと思います。宝塚記念勝てれば WBC にも行ってみたいなと思います。というわけで、ここまでとなります。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。最後の20秒に表示される他の動画プレイリストをぜひ見てください。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。ご存知ですか？